started. ここからだ。ヤク、火山ガスだ。なるべく吸い込まないようにな。このガス、風で吹き飛ばせるみたい。大歓迎だな。叩き潰すぞ。まだ終わらんぞ。体勢を立て直そう。出てきた。やってやろう。行くぞ。でも、この溶岩じゃ近寄れそうにないわね。溶岩が固まったみたいだな。これで探索の範囲が広がったわね。お宝発見。あれ、こんな風景なのにあまり暑くないね。火のクリスタルが闇に覆われているはずだ。カオスがいるんだろう。ジャック、嬉しそうだな。
この後どうする？しっかりしろ。これで行く。敵発見。やるぞ、ついてこい。ジャックに追いかかるキノコは私が払う。注意しないと。ジェド、頼めるか。ジャックに振り返る。ジャック、調べなくていい？ここからだ。いけるぞ。出てきたか。ジャック、やってやろう。頼めるか。当然。ここはさすがに暑いね。体力奪われる。ああ、酒です。相手もやるね。大丈夫だ、俺たちの方が強い。離れられたかな。仕切り直す。敵がいる。叩き潰すぞ。
勢下がってるっぽい。やるか。ジャックがいれば負けないさ。出てもいいか。当然響け。なんだと。珍しいな。装備する。切り抜けたか。もっと強くなりたい。ジャックに降りかかる火の粉は私が払う。近道ができたね。探索には重要な道だ。生きてやるさ。なんとか勝ったな。俺、足を引っ張ったかな。ごめん。ポーションが切れそうだな。気をつけて戦わなくちゃ。手当てしておけ。
のクリスタルが復活するとどうなるんだろう。だって今でも火は使えるよね。火の温度は本当はもっと高いんじゃない？へえ。じゃあお湯が早く沸くんだ。そう。強い火はより大きなエネルギーを生み出すことができる。国の発展には欠かせないようぜ。先はあるんだ。頼むぞ。相手する？また来てみる。危なかった。勝ちは勝ちだ。喜べ。お宝発見。意外と心地いいかも。ああ、そうだな。二人ともすごいね。考えろ。負けないね。次やれそう？どう？注意しろ。溶岩の向こうにも気配がある。
かなか手強いな。つくんだ、落ち着け。ジェド、頼めるか。ジャックに振りかかるキノコは私だ。いい感じだ。離れられたかな。俺はまだやれるけどな。行けるぞ。ジェド、頼む。物質鋼だよ。本当に邪魔。
キューブ発見。休んでおこう。さっき通ったところが見えるわね。ああ、少しずつだが確実に登っている。ジェド。ジャックに。よ、ジャック。私が払う。終わりだ。この後どうする？いいんじゃない？行くぞ。これで楽に戻れるぞ。探索には重要な道だ。もう終わり？つまらん相手だったな。
面白そうなやつだ。こいつなかなかやる。なんとしても倒す。ポーションはまだある？油断せず。足りる？注意して戦おう。ジェド、頼めるか？当然。寝よう、ジャック。やってやる。に降りかかる火の粉は私が払う。忙しくなるぞ。手を抜かないでよ。ゼド、俺が何とかする。離脱できたみたい。やばいね。返り討ちにしてやる。これで行く。相手する？叩き潰すぞ。でもいいか。もちろんだ。さてと、いや、体勢が下がったみたいだな。これで行く。さてと、手強そう。冷静に冷静に。頼めるか。当然。出てよ、ジャック。やってやる、やってやる。しびれろ。
頼めるか。当然。よジャック。本気だね。ほらよ。変更だ。離れられたかな。俺はまだやれるけどな。標的だ。集中集中。ネオ、任せてもいいか。当然。よジャック、これで行く。ジェド、頼めるか。当然。出てよ、ジャック。沈め。やってやる。さて。しまった、ジェドが。だいぶ登ったよな。山頂が近いんじゃないか。ということはカオスも近い。気合を入れておけ。火のカオスを仕留めるぞ。キューブを見つけた。ここにあるんだ。覚えてこ。変更だ。これで。まだだ。これで行く。さてと。泣き叫ぶ女、子供、血にまみれた城、怒り、嘆き、はあ、それなのにこのマリリスの眠りを邪魔したのはお前らか。火の力は渡さん。
私の炎で焼き尽くしてくれよ。ネオ、任せてもいいか。当然。動きより素早い。不用意に近づくとやられるわ。しっかり見極めて動かないと。カルメに気をつけろ。動けなくなるぞ。なんだと。結構まずいかも。みんなは大丈夫？動きに惑わされるものか。ひるんでる。いけるよ。お前の本気を見せろ。俺たちはそれを超える。ジェド、頼めるか。もちろんだ。ジャンクに降りかかる火の粉は私が払う。炎の剣か。火の顔すらしくなってきたな。油断しないことで。あれをそのまま防御するのはきつそうよ。つけて使った方がいいよ。注意して戦おう。これでいけるぞ。ジェド、頼めるか。もちろんだ。当然。震えろ。ポーションが切れそうだ。気をつけて戦わなくちゃ。始まりの準備だ。
あまり使いすぎないようにね。あれ俺ピンチ。エド頑張れ。ゼド、俺が何とかする。気を見せた。行け。話したか？黒い霧には気をつけろ。浴びると過去に引っ張られる。あるいは取り憑かれると魔物になってしまう。ああ、現場で知った。先に聞いておきたかったがな。私のようになるのも一興かと思ってな。あんたは魔物なのか？率直に言って、その解釈が一番楽だ。あちらこちらにコーネリアの風景になじまない場所があるだろう。例えばこの塔。私はそれをルフェインの忘れ物と呼んでいる。ルフェイン？高度に発達した技術力でこの世界を作り上げて、どこかへ消えてしまった謎の国さ。国が消えた？消されたのか消えたのか知らないがね。さあ、残りのクリスタルを解放するんだろう。